あのね、焼肉さ、焼肉屋さんではいろんなこうメニューにちゃんと名前がついてるじゃないですか。例えばタン、タン塩のタンっていうのは本来はベロです。パーツじゃベロですけれども、メニューにはベロとは載ってないじゃないですか。タンってちゃんと名前がついてるじゃないですか。それからハツとかミノとかも、ハツはあれ心臓だけど、メニューに心臓って乗っけないじゃないですか。ちゃんとハツっていう呼び名があるわけじゃないですか。この間ね、ひどい恥ずかしめを受けたね。スタッフでみんな焼肉食べに行ったですよ。でいて、まあほら、スタッフなんかものすごい貧乏じゃないですか。ものすごいね、月々自分の自由になるお金なんてのは2文ですよ、2文。ね、和道解放を5枚ですよ。それぐらいの連中ですから、焼肉なんかもほとんど食べたことないと思いますから、俺が、任しとけと。注文はここは俺がやってやるったら、まあ一応タン塩、まあ一応3人前とか、カルビを何人前とか頼んで、ふっと見たら、店長のおすすめっていうところに、おっぱいって書いてあるの。ほいで、もう何、恥ずかしいだろう。もう今年30になろうっていう男がだよ。赤坂の焼肉屋で、直立不動で、ね、マントをたなびかせながら、おっぱいって言えないだろ、それ。な?でさ、頼むの嫌なわけよ、こっちは、おっぱいって言いたくないから。で、言ってみんなもどうせ、メニューには載ってないんだよね。メニュー自体には載ってなくて、なんか、ホワイトボードの、なんか店長の今日のおすすめっていうところに、もう、殴り書きで、ねえ、おっぱいって書いてあるだけなんだよね。だから、誰も気づかなきゃ、これは言わねえでいいなと思ったら、横で、厚生の渡辺が、あれが食いてえぐらいの、こう、肘でコン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 って指さして、あれ頼んでくださいぐらいの、ね、構成ですよ。で、しょうがないか一回帰りかけた店員を呼んでさ、すみません、ちょっと追加なんですけど、おっぱいがない。他に似た音がないんだから、これぐらいでも OK だろ、どう考えても。他にそんな名前、似た名前のもんないんだから、ね。それが、何ですかとか言い返すんだよ、そいつが。何ですかマンよろしくね。何ですかですよ、今流行りのギャグで言うところの。ね。店長のおすすめのね。俺ね、はっきり言ってね、いろんなこと言えます。ね、毒舌も全部言えます。ね、ひどい人間として30歳が言わなきゃいいような言葉も全部ほとんど言えます。ね、おちんちんとか言えます、今はね。最低ですよ。はい、最低です。でもね、おっぱいなんかね、ダメなんですよ、なんかね。俺ね、おっぱいと、おぱーいは言えんだよね。なんだの?おぱーいとか、もっと恥ずかしい、ボインちゃんとか言えんですよ。でもなんか言えないんですよ。あれ、なんなんだろうね。それを何度も聞き返されてさ、もうね、おっぱいをください3人前なんて。で、向こうはすごいよな、恥ずかしいって意識してないやつはすごいよな。なんか店員は一回中入ってて、俺はおっぱい3人前とか言って、もう、おっぱい3人前って言葉がすごいじゃん。だって6個だもん。なんか6個だもん、プリンプリンと。ね、ね。おっぱい3人前くださいと。言った店員さん一回こう奥入ってって、もう一回厨房入って戻ってきて、すいません。おっぱい切らしちゃって、もうおっぱい2人前しかないんです、ないんですけど、いいですか ?2 人前で。なんて言われてね。で言って、またこのおっぱいが来ねえんだよ。他のね、タン塩とかたくさん、次から次へと来ますわ。でいて、カルビも来た、俺のための冷麺も来たんだけども、いつまで経ってももうね、来ないんですよ。店長のおすすめだけが。でも、みんなの頭の中ではさ、俺、いやでもおっぱいなんて俺見たことないし、って言ってみんな俺も食べたことないっすよ。でも、おっぱいすごい楽しみになってんのよ。で、すごい催促したいわけよ。で、ましてや、もうおっぱい2人前しかないっていうさ、もうおっぱいは、ほとんどもう何在庫がないってことも分かってるから、今日食べ逃したりとか、ボケットの店員が他で注文とか取っちゃったら、俺たちのおっぱいが人のおっぱいになっちゃいますから、もうかなりジリジリ来てんだけど、これもう一回呼んだら言わなきゃならない。すいません、おっぱい早くしてくださいとか言わなきゃならないじゃないですか。それが恥ずかしくてさ、すっごい恥ずかしくてさ、で結構待ちに待ってきたおっぱいがさ、普通の味でやんの全然伊集院光のアップス深夜のバカ力。
すごいよな。だってさ、あの店員さんだってさ、まあ25、6ですよね。でさあ、遅くまであの繁華街の焼肉屋さんで働いてる真面目な高青年ですよ。それが真面目な顔で、おっぱいはタレですか塩ですかとか言いますからね、これね。なんかないんですかね、呼び名とかね、新しい。あのね、まあしょうがないですよ。おっぱいはもう元々おっぱいなんですから、おっぱいって名前でメニューに載っても、そうじゃないのあるじゃないですか。あのさ、ちょっとさ、街のアイデアマンみたいなやつが経営してるさ、居酒屋とか行くとさ、恥ずかしいような名前のメニューとか、なんかね、俺が昔ね、下北の居酒屋でね、またこのね、親方っちゅうか店長がね、いかにもこうダッサラでペンション軽しそうなやつなのよ。なんか俺は一つの机の前で一生は終えないぐらいのアイデアマンっぽい顔のやつでね。でまあ何、自分のお店がさ、夕刊フジとかで紹介されたやつをさ、パウチっこしてさ、店中にぶら下げてあるようなとこなんだけどさ、それがさ、なんだっけな、ただ単に長いアメリカンソーセージみたいなやつなんだけどさ、男の勲章とか名前ついてんだよ。だからエロ客の名前ついてんだ。もう言いたくねえじゃんか、もうそんなのさ、言いたくねえんだけど、そういうメニューしかないんだもん。なんか悶絶マダム焼きとかあんだよ、そこそんなの言いたくねえって。私も知ってたら入んないんだよ。あんなの入ったんだけど、全てのメニューがそういう名前なんだよ。でちょっと頼もうと思って出てくるものは、悶絶マダム焼きってなんだった、普通の焼肉みたいなもん出てくるんだよ。絶輪28号とかあんだよ。もうダブルギャグですよ。もう絶輪っていうエロプラス、その、鉄人とかけたギャグのダブルギャグですよ。ああいうネーミングね、廃止ですよね。そこんとこのでな、その時今考えれば食べればよかったんだけどな、マッチョ丼っていうのがあってた、それ頼めなかったんだけど、もうなんかマッチョっていう響きがもうなんか嫌で頼めなかったんだけど、今考えればな、マッチョ丼頼めばよかったなって思うんですけどね。よくないね、ああいうね、ちゃんと俺が口に出して恥ずかしくない名前をつけとかないと、いくらあの時マッチョ丼がもしすごい美味しいもんだとしてもね、頼めないよ、俺みたいな、なんていうの、モラルのきちんとしてる人間はね、もうダメですよ。ダメっすね。もじゃもじゃ定食とかあるんだぜ。どんなもん出されるか分かんなくて、どの道大したもんじゃないと思うんだよね。焼きそばが乗っかってたりとか、そういうぐらいのもんだと思うんだけどね。ダメっすよね。一応僕の方は一応根絶運動の方これから展開しますんで、そういうメニューを用意してるお店にはつく、もう断固として抗議に来ました。下決めたんですよ。店員よりも恥ずかしいトーンで言うね。お店が繁盛しなくなるぐらいね、恥ずかしいトーンで言いますよ。だからこれからもうおっぱいなんか店長のおすすめにしてやったら、おっぱいくださいぐらいの、もう周りのやつがもう二度とこの店来たくねえと思うぐらいの形で僕も防衛策取りますんでね、これから勘弁してもらいたいんですけどね。いやな、番組1時半から1時38分に29歳のデブがおっぱいって言ってる番組、そりゃ女性の調子いつもねえわな。1曲目、J っていう歌詞の人、これはバトルフィーバー J の人が別の J です、バーンアウト。パイゲとか言えますよね。パイゲとかパイマとか結構好きな言葉ですね、僕ね。あれ何歳ぐらいからやべ、免疫まだ完璧できてないな、ね、パイのことをきちんと言えなくなったのかな。ブーラージャーあるじゃないですか。ブーラージャーもよっぽど酒でも入ってるは言えるんですけど、よっぽどテンション上がって、この番組とかでものすごい、テンション上がってれば言えるんですけど、ブーラージャーも結構ダメですね。あと、パンツは言えます。あと、スキャンティーも言えますけど、パンティーはね、きついですね。中学生ぐらいからですよ、そのおぱーいをすごい意識するようになって、小学校ぐらいの時は友達とかも、なんか女の子とかのさ、佐藤って結構、おぱーい大きいよな、とか、これ正式な言い方ね。ね、いや、言うよ、おっぱい。じゃあいいや。中2で卒業して俺今、今復帰だ、じゃあ。30でおっぱい言えるやつになるよ、じゃあ今から。佐藤っておっぱい大きいよな、とか小学校ぐらいとか言ってんじゃんか。ね。で、中学校ぐらいから、なんか人前で、そういう話題するのは全然大丈夫なんだけど、
その単語を言うのがすごい恥ずかしくなってくるでしょ。おっぱいと言えなくなって、なんか妙に、なんかこう、言い方をすごい工夫するようになって、ちぶさとか言っちゃって、余計になんか、ちぶさは余計恥ずかしいじゃんみたいな、落ちたりするよな。で、それでみんなが結構さ、お互いそういう何悶々としたというか、陰陰滅滅としたというか、変な悩みっていうか、お互いこう仲のいいやつってさ、あいつもあれを今言いづらくしてるんだなと思ってるし、こっちもそれが言いづらいわけだから、なんとなく、あいつ胸大きいよなとか、そういうなんかこう妥協点というか、二人の間の言葉が出てきて、そいつが、そういう話がこう、なんとなく早く噛み合うやつが、親友中か一番話の合うやつじゃんか。で、その話の合うやつの輪に、全然それ大丈夫なやつ入ってきて、パイパイとか言ったりするんだ、そいつ。もうそんなの俺小3ぐらいでもう嫌になってる言葉の1位ぐらい入ってるやつ、まあ30で復帰するけどもね、ああやつたまんねえな、なんかな、あーすごいな、あれ人によって違うんだろうな、きっとな。俺はうんこの話すごいするじゃないですか。うんこの話すごいするんですけど、でうんこ全然大丈夫なんだけど、かさぶたとかダメなのよ。もうそういう言葉は、言葉をギャグの中に入れるのも結構きついのよ。あれがなんか、俺のなんか多分こうやって紐解いていくと何かあるんですよ。すごい怖いことが多分、絶対、かさぶたにあるんだと思うんですよ。今、かさぶたんかダンディーっていうギャグを思いついたんですよ。ボキャブってみたんですけどね。沢田研二の歌でね。はい。まあ、あるかな、みんなも。俺なんかこれにはすごい抵抗がある言葉。とか、抵抗があるもの。なんか俺、これだけ普通の人全然大丈夫なのにダメだよなっていうね。苦手なものとかあったらちょっとファックスでもらいたいですね。エロ系になるのかな。でもエロ系いっぱい来んじゃん。下俺読むじゃんそれ。俺は俺のこの口でパイパイとか言うわけじゃないですか。それちょっと嫌ですけどね。まあそれは修行ですから、自分はちょっと言えないんですよ。で、放送禁止は当然ダメですよ。放送禁止は当然ダメなんですけども、ありましたらですね、ファックス番号東京 03-5563-1960、 東京 03-5563-1960、 もう一回転が東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-954 ないですかね。男子のことしかわからないですけどね、そういうなんかこう青春時代に、ね、青春時代っていうか、まあ、チンゲの生え出した頃ですよ。ね、あ、何か、カビかなこれっていうぐらいの頃ですよ。頃合い的にはね、まだヒゲダンスにはなってないぐらいの頃ですよ。ね、あの頃に、こう、男同士で、あ、こんなことあったなとか、で、クラスに必ずいた、その何、距離感のわかんないやつっていたよな、スカートめくりとかをさ、小学校低学年ぐらいの時ってやれんだよ、なんか。なんかコミュニケーションの時、まあ、小学校低学年もまだか。幼稚園の年長から小学校1年ぐらいまではできるのよ。だけど、小6までできるやつとかいるのよ。西条ってすごくてさ、小学校5年の時。西条って結構な男前なんだけどさ、小学校5年なんだよ、俺たちは。ね。もう早いやつはもうあれですよ、チンゲも生えてますよ。そういう時期に、すごい冗談っていうか楽しそうに、女の子タッ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 タ歩いてってクラスメートの中のおっぱいをガーわしづかみにできるやつだったんだよ。で、なんか自分ではなんかもう、どう、俺っていたずらっ子でしょ、ケラ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 っていう感じで笑うやつでね。そいつはね、すごいやばかったけどね。中1の時にケツの穴に15センチぐらい笛入れたりしてたからね。そいつ距離感が変なんだよ、俺たちより。なんかすごいオープンな、俺たちが日本だとするとスウェーデンみたいなやつがなんかわかんねえんだよ。表現法としては全然わかんねえけど、そういう感じのやつで、いつまで経ってもプールフルチンに着替えられるしねっていう、そういうタイプのやつで、俺たちが引くような冗談、特にその下系の冗談の絶対的に引くやつにガンガン入っていけるやつなんだよね。すっげえ覚えてるけどな、嫌いだったけどね。そんなもろもろのこと、ファックス待ってます。伊集院光のアップス、深夜のバカ力、から視点を読んでみよう。樹液、木の表面ににじみ出る液体。やっべえ、西条が俺の頭の中を今すっごい勢いで、こんな話するつもりじゃなかったのに、すっごい勢いで西条が、西条さ、俺がさ
中1の時なんかの表紙に学校早く行ったら西条が早く来ててせっせと自分のパカウティンをクラスの全員の女子のこう机にこうつけてんだよ。ほいでこの後の反応が西条なの。まあ、そこまでは普通じゃん。普通じゃねえよ、全然。で、そこまでは、まあ、まあ、すごい衝撃的シーンだと思われる。これでももう驚きですよ。すごい勢いで驚きじゃないですか。ね。それを、俺が来て、西条っていう感じじゃん。俺のセリフとしては、西条、何やってんのって感じじゃん。クーッとこっち向いて、西条こっち向いて、俺まあ、田中健の本名田中健がその頃な、あ、健か、ごめんごめん、もうちょっともうちょっと。で、普通に残り4個ぐらいつけてんの。変なやつだったよね。普通誰にも言わない。もしそういう癖が自分にあったら、絶対誰にも言わないでとかじゃないじゃん。なんかね、普通のこと。なんか朝起きたらおはようございますっていう感じのこととして、西条やってましたよ。今、立派な人になってるでしょうけどね、きっとね。会いたいですよ、すごく。俺、こんな話しようと思ったんじゃないんですよ、ほら。ね。今日はほら、いろいろ世の中も事件起きてますからね。ビクトリー・ニュータロー死んだろ。ウィン・ニュータローさん死んだよな。俺、その日さ、家でさ、仕事何にもなくてオフでさ、朝から早起きしてさ、神さんとパズルボブルを死ぬほどやってたんだよ、ずーっと。エンドレスでパズルボブルですよ。で、ずーっとやってて、もういいだろうと思って、昼過ぎぐらいにパズルボブルのプレイステーションのスイッチ切ったら、亡くなってましたよ、ビクトリー・ニュータローが。びっくりですよ。で、ビクトリー・ニュータロー亡くなったのいつだっけ、あれ。金曜、土曜だっけ、土曜でしたよ。土曜の朝ですよ。ね。でも、ビクトリー・ニュータローが亡くなったってことで、俺もうしょんぼりですよ。ね。いつか、勝新太郎みたいになりたかった俺ですから。なりたくて、この世界に入った俺ですから。で、しょんぼりしてるところに、ね、しょんぼりの追い打ちでしたね。あのね、僕ぐらいブルジョワ人になるとね、すごいのよ。暮らしぶりが。みんななんかね、驚いちゃうと思うよ。ああ、なんかね、伊集院さんやっぱすごいわっていう。やっぱ、大金持ちだわっていう、送金場だわっていうぐらいの、もうみんなの中での、いやもうラジオで声を聞いてる限りはただのデブチン兄ちゃんだけども、本来の暮らしぶりはもう送金場キャデラックだわと、ね、そういう気するよ。なんでか部屋にクーラーつけました。もうしかもドライ機能付き、もうすごいですよ。お水出したり入れたりしなくていいやつだしね。高田くんちのクーラーみたいにお水の補給とかしなくていいクーラーだからね。もうすごいんですよ、これが。もうあのね、またあれですよ、あの赤っ端青っ端っていうクイズでですね、優勝したんですよ。で商品券を10万円もらったんですよ、ね、だから買ったんですけどね。送金場の割にはまあもちろんデパート券みたいなので買ったんですけどね。しかもかなりの送金場よ。デパート券が10万円あったさ。な、それでいて、そのうち1万円分は先週のおならフェスティバルのおならオーディションに出さなきゃならないから、まあ、1万円で残り9万円でしたわ。ほいで、秋葉原に行って、一番安くて、そのデパート券の使える店行ったですわ。おの電。電気いろいろ秋葉原、小野田さんが生きていたアルファムと。行ったですよ。そのミュージックの鳴ってる店に。で、行って、もうその中でもすごい安い部類のやつ。注文がすごいんだぞ、お前。俺の注文の仕方がもうまさに送金場。送金場っていうかもうビフ的。ねえ、お金持ちのランクで言えばね、ビフ的ですよ。もう行くなり、お店行って普通のやつはなんかグダグダ言うですよ。昨日だとかね。それから今僕の部屋は何畳だからとか言うじゃないですか。そういうね、細かいことを言うのはね、貧乏人のやること。俺ビフ的だから。そういうのやるのも金商売とかのやつらね、やることですから。もういきなりもう店に行くなり、ドーンと座って、クーラー売り場に行ってドーンと座って、坂井紀子じゃないやつ。ポイントはここだけ。なんかムカつくからねえ、なんつって。こんな野郎、気の利かねえ店員で進めてきたのが西田ひかるのやつだよ。なの、全然言語道断だ、あんなもん。今が横断だよ、もうそんなほら。くっちゃー、これくれ、菊池桃子のやつ。片遅れですけど、かまもんかい。ただ安くねえ、なんつって安くしてもらってね。で、まあ、すごいのよ。ただの、クーラーじゃないのよ。冬暖房になる。冬暖房になるのよ。
でいて、冬まで今のマンションにいるかどうかわかんないからさ、暖房ついてないのでもいいんですけど、そういうの今ないんですよ、なんて言われたりしてね。で、ドライがついてて、ほいでいて、冷房、暖房ついててね。で、あとね、なんかスイッチ入れると、さ、ガンキャノンの胸のとこみたいとこあんじゃん。ガンキャノンの胸のさ、黄色いとこあんじゃんか。あれが、ウェアーって、角度とかも決められんのよ。なんか、そっちに向けて冷たいビューを出すか出さないかとかももう決められんのよ、もう。普通じゃない、俺のだけだもん、絶対。俺のだけ。ほいで、なんかビュー、ガンキャノンの胸が、なんか自動っていう風にやると、そのビューが上にピューって、下にピューって言って、また上にピューって、ずっとパクパクしてんのよ。なんかそれがすごい。それ見てるだけでも涼しくなるもん。なんか、別なスイッチ入ってなくても、それだけでも。でな、ほいで、普通じゃねえ、そんな。俺のだけ。特別。で、まあ、それがあったさ。で、あって。で、それを水曜ぐらい頼んで、で、また話やっと戻ってきた。ビクトリー・ニュータローが死んだ日の午後にそれが来て、俺ん家にセッティングされる日ですよ。いよいよ俺の家に来る日ですよ。で、もう俺なんかもうタクシードに着替えてさ、クーラー様がいらっしゃる日だからさ、待ってたさ。でいて、なんかめんどくさいのがね、クーラー自体は5万ぐらいなんですよ。で、この5万はデパート券で払えるんですよ。ところが工事費が2万ぐらいかかる。1万5千ぐらいかかるって、これは現生でよこせぐらいの、こんな不条理なことを言ってるんですよ。もう戦前みたいなこと言ってるんですよ。もうね。でいて、その上、1万5千円の工事費の上に、俺んち借りてるマンションだから、むやみに壁とか穴とか開けちゃいけないじゃないですか。で、サッシの横のところ10センチぐらいのアタッチメントみたいなのね、アタッチメントをね、こう、つけないとダメなのよ。言ってる意味わかるか？壁に直で穴開けて、なんかクーラーの排気管みたいなやつをこう通す、普通の家は。だけど、うちは借りてるマンションだから、そこに穴開けちゃうと、出てくときにその壁の修繕費とか取られる。結構取られるんだよね。で、取られるんで、ガラス窓の横のところに5センチぐらいのそのクーラーの、排気ダクトを通すためのなんか部品をつけるんだよ。この部品が5000円ときたもんだよ、お前。で、こっちにしてみりゃ、いくら大金持ちだって、その5000円はね、いくら俺がもう、送金場とはいえ、その5000円はと思ったんだよ。まあそうじゃなきゃつかねえかなんか言うからさ、仕方なくまあ頼んで帰ってきてさ、で、まあ勝新も死んださ、ね。でいて、まあでも午後ピンポンもう暗い気持ちになってるさ、パズルボブルも負けっぱなし。で、もうすごい暗い気持ちになってピンポンって、この音は、インターホンガチャっとったら、小野伝でーすね、小野伝ぼうやがの。テーマソングに乗って、ね、やってきたですよ、そいつが。スキップをしながら。で、中に入ってきて、どうぞこちらの部屋でございますと。で、ここにつけてやっておくんなせえって話になって、したら、任しとけぐらいのおじさんがもう胸をポーンと叩いて、任しとけ、坊や、危ないから下がってなよぐらいのこと言って、うん、わかったなんて僕は部屋下がってましたよ。でいて、まあ、すげえもんだなぁ、なんて話しながら、何分ぐらい着くんですかって言ったら、30分ぐらいで着きますよ。30分後には、うちはもう、あれですよ、夏も近いというのに、バーチャ春ですよ。涼しさから言えば、これはすごいやと思って、家で、俺の部屋にクーラーつけてるから、今でこうやって待ってたんですよ。したらな、つい、ちょっとまたもう一回パズルボブル始めてさ、ちょっと気を許した隙ですよ。向こうの方から、ブラーナナ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 ナと音が聞こえるんですよ。なんだろうなと思って、もうちょっと気にも留めずに、うなな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 なってまた音がするんですよ。おならかなと思って。どうしてるのかなと思って、もうその、小野伝から来たそのクーラー取り付け師のね、取り付け師2級のおっさんのところにこう、ターって貼ってたら、オレンジの壁にぽっこり直径5センチの穴がドリルで開けられてんじゃん。で、いつもこっち、これがちょっと、それ穴、その穴、穴、こっち向いて、何が？っていう顔なのよ。何がじゃねえじゃん、それ。俺、だってアタッチメントの話もすごいしたじゃん。え、ここ穴は開けたら、とか言ったら、パラパラパラ、なんか今日のなんか、やつのスケジュール表ですよ。いろんなところの依頼表、パッ、いっけねえ。穴は次だ、なんて言ってんですよ。俺んち穴ぽっこり開けられて。おい、でも、その後さ、これどうしようと思うんだけどさ、だけど、穴のこと言ったですよ、俺もこの穴は開けないでって言ったやないですか、この、何、サッシの横のところのアタッチメントの説明も、アタッチメントしてくれって言ったら、もう、向こうもね、困ってんですよ。
で困って、いやだだあすいませんこれでもいや水だね、水で直径5センチの穴でけえ専用のドリルで開けてっからね、それね、専用のドリルもう持ってる時点で水じゃねえんだから、水いや本当になんて、あおかしいなーなんて、お前が確実に開けてんだからね、その確実に開けるべくところに開けてるんだから、そいつはでいて水とかで口を持ってんだよ、でいてちょっと困りますよ、そんなうちはこれ借りてるマンションだからって言ったら、向こう逆切れですよ今度、じゃあ今日はクーラーつきませんよなんて、俺のすいませんじゃあそれでいいですよなんて、もうなんて向こうプンプン言いながら、俺の出した麦茶も飲めねえぐらいのこと言って帰って穴開いてますよ、この番組大家聞いてたら大変な頃ですよこれ、多分僕冬頃あのマンション引っ越すと思うんですけど、引っ越す時多分あの大家はあの穴見つけるでしょ、俺はネズミの嫁入りだって言いますけどね、ネズミが嫁入りするときに間違いなくやったものだって言い張りますけど、伊集院光のアップス深夜のバカ力、万一目についたり目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流してください、うわ何巻いてんだ、ああファックス笑わせてくれるわ、最高って感じ。今日なんか言い方があまりに漠然としてるんで、どんなの来るかなと思って、あったあった。東京都稲城市のペンネームまんま。A、B、C っていう言い方。B したのもう。もう B したのなんて言って。B ダッシュとか言わなかったなんか。B ダッシュ。だから、普通のの触るのは B なんだけど、あの、自家パイ。自家パイはね、自家パイは B ダッシュとか言ったよ。嘘。あの、両乳首をつまんで、両方にキューって入れるやつは B ダブルダッシュだったけどね。あと、エクスクラメーション C だったけどね。よくわかんないぞ。ねあ、うわ、これ流行らせて。俺らさ、もう二十歳超えた大人じゃんか。大人なのに、例えばディレクター池田氏の、例えば彼女とか、あ、これ付き合ってんだとかって言って、今度結婚するんだ。例えばそういう話になった時に、え、じゃあ、B したの ?B。もしかして C、C なんつって、うわ、え、G なんて言いたいね。俺の中でこれ流行るけどなぁ。熱愛発覚とかで記者会見だ。B したんですか ?B。うんで、言ってほしいな。最高。最高。え、結婚してんのに、じゃあその人と B したんですか ?B なんていう。いいなぁ。俺さ、これはなんか久々来たなぁ。ガツンと入ったなぁ。神奈川県ペンネーム。ブラウ作戦でいいのこれ。なんだろうな。恥ずかしい言葉あるねブーマー棒は取らなきゃいけないんですけどうわ恥ずかしいねすごいねブルマ女子ねブルマ女子って嬉しいのかねブルマ女子自体はあの男女 同権のは平等であるって運動した人でしょ女性の権利の運動をした人でしょだけどもうほらそれから派生してブルマっていうのがすごいなんか有名になっちゃったじゃんかそれ嬉しいのかねカウパーシ戦役ってあるじゃんかなあカウパーシってのは本物なのかねあれでね自分が亡くなった後ももうカウパーシ戦役なんだもんあれはずーっとねあれはどうなんかなと思いますけどねでも人間としてどっちが恥ずかしいかったらブルマとカウパーシ戦役でどっちを口に出すのが恥ずかしいかったら後者だな俺ニコニコ笑いながら言ってるけどな嫌そうにブルマ言ってニコニコしながら自らカウパーシ戦役はさーなんて言ってるけどね、そう大発見1個あったんだ大発見この間インターネットのホームページをまたこうあの見てたんですよいろんなでその中に自分のこの番組とかをすごい聞いてくれてる人が作ってるやっぱりホームページがあってでいてまあその伊集院光っていう生物を多少はこう愛好してくれてる人たちの作ったページを見ててね大発見があったんですよあの自分のことっていうのは自分はあまり知らないもんなんだねアップス来週休みらしいねうん先週の火曜かな見てたらなんかねアジア、香港返還のスペシャルがあるんだってね。あるんで、休みだってさ、びっくりした。俺そんなのばっかよ。この間もそこのホームページで、そこのホームページ見てたら、伊集院が最近見れる番組とかに、YYT タイムって入ってんだよ。え、そんなの出ねえやと思ったら、その後にうち電話かかってきた。出るわ、あれ、YYT タイム明日出るから、あ、俺知ってたよ。なんでホームページで見たからだって。俺がファンかよっていう状況になってますからね。大変なんですけどね。それで、
来週アップス休みで、で、その代わりに香港返還スペシャルっていうね、番組があるわけですよ。ね。アグネスちゃんが裸で踊り続ける3時間って言って、で、だからそれも音楽なしで黙って踊ってますから、それはオンエアに乗らないで、オンエアはまあ真面目なこととか、すごいバラエティーね。で、後半30分は、ジャッキー・チェンの演舞が入ってますから、で、これも音楽がないで、たまにプロプロっていう音は聞こえます。これはもう間違いなく保証するんですけど、まあそういう番組やってて、で、伊集院はというと、家にいるんですよ。家にいるっていうか、やらないんですよ。で、そしたらね、たまたまその週はね、サッカーとかいっぱいあったりしてね、テレビじゃんとかね、ああいう自分のレギュラーもね、あんまないんでね、旅行に行くことにしたんですよ。ニューヨーク。ニューヨーク行っちゃいますよ、私ね。ニューヨークか、鳩屋か、すっごい迷ったのよ。どっちが俺はその次の週に要するにネタをどれだけ持ってこれるかってことじゃないですか、俺らの旅行なんて。で、ニューヨークに久々に行って、こう、うろうろしてくることが面白いのか、もしくはせっかくの休みを、で、6日間ぐらい休みなんですよ。で、帰ってきてまたアップするんですけどね。で、6日間の休み、どっちが鳩屋行こうかなとかって思って、で、鳩屋もニューヨークも別ベクトルできっと面白いなと思って迷ったんですけど、結局ニューヨークになった理由がすごいよ。もう同じ6日間なんですよ。同じ6日間で、これ聞いたら驚くぞ。ニューヨークに飛行機で行って、ニューヨークでヒルトンタワーに泊まるのよ。ヒルトンタワーに泊まって、また飛行機で戻ってくる、6日間。ね。光号で小玉か。小玉で鳩屋に行って、鳩屋に泊まって、また小玉で帰ってくる、6日間。鳩屋の方が高いんだよ。すんごい意外じゃない。鳩屋は、まあ、これざっと計算ですけどね。ざっと計算で、まあ、約14万ぐらい。で、ニューヨークはまた私の友達のインチキツアーに頼んでるんですけど、10万円ぐらいなんですよ。これちょっと一般価格から随分引かれてるんですけれどもね。で、しかもヒルトンですよ。びっくりですよ。で、これもよくわかんなくて、そいつがまたインチキなやつでね、昔初めてニューヨーク行った時にもその旅行会社の友達に頼んだんだけど、そいつに頼んで手配してもらったら、その時は2週間で8万円だったのね。それはどう考えてもうさんくさかったんだけどね。で、行ったら、向こうの現地ガイドみたいな人が空港で迎えてくれて、で、その同じ旅行会社で行ったであろう人たちを出迎えてるわけですよ。で、同じ飛行機から降りてきた全部で6人ぐらいの人、と俺はこうやって一緒にその場所に集合したんだけど、全員にこう注意をするわけですよ。ニューヨークは危険な場所もありますから、絶対行っちゃいけないところがありますよとかって、横にいる、まあ何がさんあなたたち二人は、ツアーの中にこういうミュージカルのツアーが入ってますけど、この辺は危険ですよとかって、じゃあ次の方はこの辺とか絶対行かないでくださいねって、俺まあその当時田中さんですが、田中さんなんですけども、田中さん本当にお願いしますよ、田中さんのホテルがあるところ自体が一番危険な区域ですからできれば出ないでくださいっていうぐらいのところ入れてかれて、そこに頼んでて、今回ね、一応ヒルトンはヒルトンらしいんですよね。ちょっとね、行ってきますよ。行ってくる、来るですよ。ね。生来週あたりにはね、土産話と、ね、玉の跡が川中に、ね、たくさんね、ついた形でね、帰ってこれると思いますよ。すごいですよ。俺と、AD の、柳沢氏が一緒にニューヨーク、に行くんですよ。で、もう柳沢氏は強制的にニューヨークですから、お前空いてるよ、じゃあニューヨーク来いって言って、僕金ないっすよ、借金の証文書けって言われてますから、今もうすでにね、しかも非2割ですから、すごい勢いで雪だるま式で、もう雪だるまよりも大きくなってってますから、これ大変なことになってますからね、でいてディレクターの池田氏もすごいですね、ロスですよ、ロスプリモスのディナーショーを6日間立て続けに見るっていう予定ですよ。ロス行くんでしょ、ロス。ねえ、ロサンゼルスですよね。それからすごいですよ。AD 見習いアルバイトの松上が福島に行くんですよ。いや、それでいて、この前にいる、構成の、渡辺なんですけども、こいつすごいですよ。おうち。自分ち自分ちですよ。ただね、ちょっとまずいなと思うのがね、前にも再三再四言うんですけど、なんで、俺の家の、家の下のオートロックの番号を、変えてもお前は知ってるわけ。それが、6日間いないっていうのが分かってるわけじゃないですか。その間ですよ。で、俺が旅行行くじゃないですか。で、こいつらが間違いなく、俺ん家に侵入した形跡がある時ってあるんですよ。その月の最後に NTT から来る紙には必ず莫大なダイヤル Q2 の料金。これ必ず入ってるんですよ。
あのね、おしゃれ泥棒お前ら。本当に、それだけはね、ちょっとね、弱ってんですけどね、まあ、とりあえず、ニューヨークに行って、ね、そう、送金馬としてはね、ニューヨーク行ってね、まあ、ミュージカルを楽しんだりね、してきますよ。ね、いろいろほら、会わなきゃならない人もいるしね。トランプタワーのトランプとかにも会わなきゃならない。トランプ吉田なんですけどね、俺が会うのはね。そいつにも会わなきゃならないですしね、いろいろね、行きたいと思ってるんですけどね。ニューヨークにね、もう何年ぐらい会ってないんですかね。2年ぐらい会ってないんですけどね、ロンバードっていうね、超能力おじさんがいるんですよ。ね、このおじさんにね、会ってこようと思ってるんですけど、これがね、ブルーなおじさんでね、この人ね、超能力者なんですよ。困ったことに。ね、で、超能力者でね、どれぐらい困るかっていうとね、なんつうんかな、100% 当たってくれるのも困るんですよ。例えばなんかこう未来を見ますって人がいるじゃないですか。世の中にはこう未来が見れますよなんて人がいて。で、俺はそういうの信じないんですよ。一切信じないんですけど、そうね。ガルベスがホームラン打つぐらいの確率ですごいこと言うんだよね。で、俺の中では、そういうの信じちゃうと俺の生き方が変わっちゃうんで、信じないんですけど、ペンディングっていうか、その一応こう一時停止でそこで待っててっていう扱いのおっさんがいてね、そいつに会いに行くんですけどね、そいつね、なんかわかんないんだけどね、たまにすごいことすんのよ、どういうトリックなんだろうって。なんか最初会った時にバイク乗ると死ぬよって言われて、バイク乗ったら君は絶対死ぬから、外人なのね。で、なんか CIA だか UBI だかのなんか人なんだよ、その人自体は持ってんだよ。そういうやつ持ってんだよ。でいて、その、で、操作とかする人なんだよ。でいてね。で、バイク乗ったら絶対いつか死ぬから、バイクだから絶対乗んない方がいいよって、分かったよ。君が言うなら乗らないよ。なんて、まあ相変わらず心のないトークで、君が言うなら絶対乗らないよ。なんつって。で、その後1年ぐらい経ってからバイク買ったんですよ、僕。原付き買ったんですよ。原付き買ったらニューヨークから国際電話かかってきて、お前あれほどバイク乗るなってのは乗る気だろとかって言われて。まあそれも英語でガーって言ってから分かんないんで、とりあえず通訳の伊藤とおばさんがいるから、伊藤とおばさんのところからかけてからもう一回かけてよとかって言ったつもりでとか、まあまあ言って電話切ったら、その通訳から電話かかってきて、今ロンがね、なんて、なんかアメリカから電話かけてきてね、伊集院がバイク買ったとかなんとかかんとか言ってね、怒ってるけど、あんだけ言われたらバイク買わないよね、いや買ったね今日ね、なんていうのもあったりする人なんですよ。マジ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 変わってる人なんですよ。で、一回ニューヨークでロンに会いに行って、したらロンが、俺がなんかその、サイキックで、超能力で、人儲けさせてやったやつのやってるナイト、プレイメイトクラブがあるから行こうぜ、なんて言ったら、明らかに作り物のシリコンのおっぱいの女がもう、俺の前でブル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 っておっぱい振るってくれる店に連れてってもらって、最後なんだか分かんないけど、掴み合いだった上に拳銃突きつけられて返された時ありますけどね。それぐらいこう、なんて言うんですか、いい時と悪い時の差が激しい岸川みたいなやつなんですよ、ジャイアンツで言うと。ね、大盛りっぽいやつなんですよ。ね、そいつに会いにこう行ってこようかなと思うんですけどね。だから弱っちゃうのはね、なんかね、僕の英語力だと通訳がいるわけですよ。僕ももう英検はもうね、黒帯なんですけどね。英検はもう黒帯で国際試合とかでもかなり勝ってんですけど、B 動詞がわからない。B 動詞と C の発音が C っていうのはなかなかうまくいかない。これでね、伝わらないから、まあ俺とカミさんとその AD 柳沢とカミさんの友達で行くんですけど、カミさんの友達英語できるんです。英語ペラペラなんですよ。だけど、こいつに通訳を頼むっていうことは、もしかしたら当たるかもしれない未来のことっていうのは、こいつに筒抜けなわけでしょ。カミさんのその親友とやらに。すごい、筒抜けなわけ。それブルーだと思わない？なんかすごく。それがね、ちょっと嫌なんですよね。で、もう一個ね、今日思いついたことがあるんですよ。すごいブルーなことが。昼で、その神さんの友達っていうのは、まあ、とある芸能人とかアーティストの人で、この子ね、すごい可愛いんですよ。僕が言うのもなんなんで、すごい綺麗な人なんですよ。で、今日本当に冷静になって気がついてたんですけど、俺と神さんでしょ。で、神さんのその女友達と、AD 柳沢なんですよ。でいて、ヒルトンってもちろん二人部屋なんですよ。俺と神さん同じ部屋ですよ。そうすると6日間の間、柳沢とその、綺麗なお姉ちゃんがずっと同じ部屋なんですよ。で、あいつがケジラミを感知したっていうのは聞いたんですけれども、わかんないですよ。冬眠してたかもしれないですから、ケジラミの方だって。
どうする？いや別にね、二人が何してくれよと構いません。それは別に自由ですから、それ何してくれても構わないんですけども、その神さんの友達の中で一番綺麗だと思ってる女の子がですよ、お股をボーリボーリ書きながら、帰りの成田空港でニューヨーク楽しかったわ、ボーリ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 っていうのは、俺としてもね、ちょっと気が引ける部分はあるんでね、一応それだけなんですよね。だからもう急遽、エリア渚くんはヒルトンをキャンセルして、ボブさん家にホームステイです。ボブさん家、東ニューヨーク3丁目。7番地2です。そこに行って、ボブさんはんって言うと止めてくれる段取りになってますから。で、ボブさんはね、あのね、口癖で必ずフリーズって言いますから、踊ってください。それを言われたら。あっけっけっけある。あ、あの、言われたら必ず、懐に手を入れて、自分の左乳首をかきむしってください。そうすると、ボブさんの方から歓迎の花火がパーンって上がりますから。ほんであなたはハドソンリバーを南下していくことになりますから違う国にも入れる可能性がありますんでそれだけはエディナ・ナイサー君にも頑張ってほしいですねコーナー行くか曲行くかですねどっちにしましょうかコーナー行きましょうかコーナーそれじゃあ、男師匠各語りき青春ってなんだ男やねもうね男ですよドリルで部屋の壁に穴を開けられようともうろたえることなくですよね、事務所より先にホームページで自分のスケジュールを知ってもびくともしない、ね、そのあたりがね僕の男たるゆえんなんですけれどもね、まあ、あの男師匠私こそこの平成の男の住みづらくなった本当の意味での男がいなくなったと言われている世の中でも一人こう男道を歩き通している男に対してですねまあまあその男予備軍といいますかねどうしても男になりきれない皆さんからのですね、相談の手紙をもらってますんで、ね、それをどんどん読んでいって私が答えてあげるというコーナーなんですけどね、まあ、だんだんねいい感じの男は増えてきそうなんですけどね。ペンネーム山手線外回り伊集院師匠こんばんは。はいこんばんは。よくバーバーなどで髪を洗ってもらっているときどこか痒いところはありますかと尋ねられることがありますがそんなときなんと答えるのが男らしいんだっちゃ。男らしいよこいつは。カッコラムちゃんって書いてありますからちゃんと、じゃあ答えるっちゃ。これねあのねどこか痒いとこありますかっていうのに対して定番で言うところの全部っていうのを普通は言いますよね。普通は全部全て言いますよね。全て痒いわいって言うじゃないですか。あれはダメです。まあ僕なんかはもっと男らしいですから、まあ、全部って言うんでもまあ平成の男たちにとってはねその結構ギリギリガールズだと思うんですよ。しかもその中でも望月だと思うんですけど僕なんかはねどっか痒いとこありますか乳首しかもあいつが隣に座ってるやつの指を指すんですよ。で それで隣に座ってるやつが乳首をかゆかろうっていうところをこう予測して自分の乳首がかゆいのも顧みず隣のやつを指名ですよ。あいつか。そうするともうみんな泣きますよね。その刺されたやつは俺のためにあの人は我慢してるんだ泣かんでいい。そんなことよりこの店の店員全員でやつの乳首をかいてくれ。よっしゃわっしょい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 奥からみこしが出てきてドンせいや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 ですよ。これでみんなでもうね一かき二かきその見知らぬ今日から友になったそいつの乳首をかいていく。土豆がちぎれようともそれが男のバーバー男のバーバーより抜粋でございます。それが今のところはね。続いてそうですねもうちょっと全文を長くしてほしいんですけどね僕としてはね。なんとかな悩みの細かいところまで分かんないとねちょっときついんですよね。最近ねみんなこのコーナーはがき書きやすいって感じがしてるんですけどね。無礼者ですねみんなね。男師匠各語りきのコーナーペンネーム学生横綱滝本男師匠お弁当を食べるとき左腕はどうしてるのが男らしいお弁当の食べ方でしょうか。男は一人道を行く。男は右手箸持ってますよね。
行くものさ。左手は燃える。あ、そうか、学校とか弁当食ってる時とかって結構左手って何やってんだ普通は。左手ってなんかそうだよね、遊んでるよね。弁当箱を持ってるっていうケースかね。えでもほら、あの男の弁当なんか塔のバスケットに入ったサンドイッチとかじゃんかねえ。そうするとこう左手ってあんまり塔のバスケット持たないじゃんか。右手でパクパクいけるじゃんねえ。あのね、左手、あ、思い出した思い出した、俺がどうしてたか。男っていうのはね、たとえ弁当を食ってる時でも、なんとか絶対絶命でいなきゃならないのよ。それに追い込まなきゃいけないの。左手は手錠でレールと繋がってるんですよ。必ず。で、貨物列車はもうかなり近くまで来てるっていう状況が、男の左手です、それが。ほいで、早く食べて、あーってなりながら。で、上手にチェーンだけをレールの上にやって、伏せて、あ、もうしばらくキリ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 、ブチーン、タッ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 っていう感じですよ。早く鳩場に行かないとあの子が大変ですから。もうそれがもう男ですから。もう、ね。アンダルシアに憧れてバラを加えて踊ってたあの子がもう大変なことになりますから、鳩場でね、行かなきゃならないんですよ。で、鳩場でも彼女はね、伊集院くんが来てくれるわ。伊集院なら今頃貨物列車の下敷きさ、サンドイッチを持ってなんて言って、それでその女の子を何、ドレスを破く。ドレスをビリーって破いたところで、その破いたその奴らの敵の手のところに、ピシーハムサンド。何やつーどうだ、あっ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 、もうよぎりの中でね、ハムサンドを食べながらパセリを加えて俺がいるわけですよ。お前死んだはずじゃ。左手バーッと上げると、知って左手がチャラッとこう切れた手錠があってっていうね、そういう学園生活です。それがあなたのお弁当を食べる時の左手の置き方ですね。あー、なんか今日は次から次へといろんなことが思いついて楽しいね。ペンネーム人六さんの宴、男ガバメント、こんばんは。最近どうも男の食うもんが軟弱な気がするんでおますが、どうでしょう。そう、最近ね、軟弱だね。牛乳プリンとか食ってるもんね。俺男ならばまだあるんですよ、先が。ね、長く書いてくれてるのが嬉しいわけです。男のもう食うもんが軟弱だと思ってる。僕も思ってます。ね、ね、ダメですね。とろけるプリンってのがうまいんですよ、最近あそこなん、サンクスに入ってるとろけるプリンがね。必ず僕はとろけるプリンを切らしたことがないです。だからすごいですよ。とろけるプリンとフローズンデザートは僕は大好きなんですよ。それがもう、こう、夜、冷蔵庫開けてとろけるプリンがないとなれば、もう中秋男児ですよ。もう荒川生まれのおぐそ立ち。ね、中秋男児ですから、おいこの野郎、まだ空いてるかな、サンクスなんつって。ちょっと行ってくるから、ジャージー、タッ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 、お前の分も買ってきたよなんて、俺のこの男らしさね。かっこいいですよ。で、本題ですが、男ならば、カツオの一本食いなのでしょうが、男らしいケーキやお菓子はどうやって作ればよろしいんでしょうか。自分はラジオの前でベーキングパウダーを片手にお待ちしております。行くと決めたら一歩も引くな。男らしいケーキ、ケーキの作り方ですよ。ケーキはね、スポンジ、まずはもうスポンジの出来感で本当美味しいケーキか美味しいケーキじゃないかっていうのが決まりますから、もうどれだけそのベーキングパウダーをダマなくきちんと泡立てられるかですから、もうとにかくもう一生懸命泡立ててください。でいて、あのベーキングパウダーとお水をまあいい感じに入れて、そのいい感じに泡立ててるところに左から来た敵を肘打ちで倒してください。まず男ですから、男です。左から来た敵を肘打ちで倒して、でその、ベーキングパウダーがきちんと温まってゴムベラで容器にこうやって容器に移してください。でもちろん上から天井に張り付いてたやつも両手に三節棍を持っておいてきますから、三節棍は中距離戦には強いですけど接近戦に弱いですから、脇の下に潜り込んでショートアッパーです。で倒したらしばらく生地は寝かしてください。生地は寝かしてください。でいて、そうある程度寝かしてくと発酵が始まりますんで、それをオーブンで焼いてください。でオーブンを待ってる間に、そうですね、下の畳の割れ目のところから槍がブスッときますから、これは槍を持ってる状況では、こう槍をきちっと掴んでおけば、下のやつらは逃げられませんから、それを
ケーキナイフで刺す。で、手応えがあったらスッと抜く。ね、その後はですね、生クリームで楽しくデコレーションです。で、食べる寸前にですね、多分火のついた矢であなたの家が焼かれます。次々と飛んでくるやつで、ケーキを抱えて逃げてですね、美味しい、友達のお家に行って食べてください。それが男のケーキの焼き方です。こんなもんですか、今日は。もう時間がないですか。じゃあですね、男師匠に相談したいこと、今あなたが憂いてることなんかも書いてください。でいて自分は、それでも最終的に結論が出ないことが何なのかきちんと書いてですね、郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光の、アップス深夜のバカ力、男師匠各語り機の係まで送ってください。待っております。ほいじゃあ、ここでちょっと男らしい曲書きましょうか。プリティチャットで、ウェイクアップガールズ。おー歌ってたじゃん。俺はずっと歌ってたからね、間違いなくね。プリティチャットで、ウェイクアップガールズ。これすごいですよ。アップス今週の歌って毎週かけるじゃないですか。この歌に限ったらね、アップス先週の歌ですから。先週かけられなかったですか、おならでバカ騒ぎしてたら。忘れちゃって怒られちゃった。ねえ、だから今週かけましたけど、無理からに。ファックス、言いにくい言葉。あるな、これすんごい普通の歌で、川崎のペンネームないな。ステッカー送れないじゃんな。ペンネームも住所もないってな。川崎の人、言いにくいこと。パパとママ。パパとママも何歳ぐらいからかね、言えなくなったよね。いや、今はもう言えないよ。パパとママとか言えないね。なんかでいて、お母さんっていうのももう違うでしょ。はい、これお袋とか言うよな。お袋とか親父に対して、なんて呼ぶようになった？それはさ、友達と話してるときはいいんだよ。友達と話してるときは、うちのお袋がさ、とかさ、あとまあ、目上の人はうちの母が、とか言えばいいじゃないですか。自分でお袋とか、今はお袋はって呼んでんのかな？お袋はって呼んでるし、親父はって呼んでるわ。で、これはなんか、もう25より過ぎて、まして結婚とかそういう段階になってから呼べるようになったところで、その中間とかなんて呼んだら、ボケナスとか呼んだら、ボケナスはとか言ってたな。あんたとか言ってない？なんか。あんたとか言わない？自分のお袋の。あんたはさ、とか、ね。え、なんて呼んでる？嘘。うちは大体あんたはどうなの？とか言ったな。うち親父とか、親父は本名だ。たかしって呼んでたけどね。たかしさんって呼ん。うちの親父と俺の話はすごく言えば長くなるんだけど、親父は俺のことをケン君っていう、ケンさんとかケン君とか呼ぶ。もしくは君って呼ぶんですよ。すんごい他人行儀の絵なんですよ。君はとか。あと、個人的な意見を述べるときには、親父が求めてるときには、田中健君はっていうフルネームで呼ぶのが親父の決まりなんですよ、これ昔からね。でいて、俺はもう親父のこと父上父上もしくは高志っていう風に、高志さんはどうなんですかっていう風に大体言うんですけどね。普通の家なんて呼んでんだ、お袋のこと。お母さんって呼ぶのかな。あなたクラスのさ、すっごい不良のやつとかがさ、不意になんかあった時にさ、お母さんって呼んでるの聞くと、うわあいつにとってもお母さんはお母さんなんだなっていう、なんかすごい感病のものがあったりするな。パパとママ何歳ぐらいまで行ったろうな。あのな、中学校の1年の時の担任の笠取っていうやつがいて、笠取博っていうな、フルネームで本名だ、しかも。ね、今も教職をやってるだろう、彼は。ね、が、いい先生だったんですけど、きっと今もあの教鞭を振るってる、ね、教鞭を熱血で振るってらっしゃると思うんだけど、このな、笠取博はな、その時26ぐらいか7ですよ。で、お母さんのことマミーって呼ぶんですよ。これ気持ち悪かったですね。マミーって呼んでましたね。びっくりでしたね。これからペンネームコンビーフ福島県にゃん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 ですよ。もう小ギャルに言ってほしいですよ。昨日彼氏とにゃんにゃんしちゃったって言ってほしいですよ。で、彼は本屋さんがなんかでバイトしてるらしいんですけども、本屋さんのコーナーの在庫の点検をする時の会話、にゃんにゃんクラブ9冊、はい、にゃんにゃんクラブ9冊っていう、それがすごい嫌なんだそうですよ。あ、嫌だね。あの真面目な点検さん、別にエロ本専門じゃないですから、普通の本屋にも絶対あるわけじゃないですか、そういうのは。嫌ですね。嫌だな。少女漫画とかでも、鶴姫じゃあ5冊とか、じゃあって言われてもと思うけどね。ちょっと普通の絶対言わなそうなおっさんとかが言うわけでしょ、きっと。ね。だって、ハゲチョロゲのさ、いつもさ、なんか、はたきかけに来るっていうキャラの親父って言えば、仏頂面でさ、本のこともよくは知らねえしさっていうおっさんがさ、でも本の点検の時にはさ、愛と誠、2冊とか言う。ドクタースランプあられちゃんとかも言うわけじゃないですか。それはちょっと恥ずかしいもんが。そうだよな。こいつすげえ文字で。にゃんにゃんクラブ9冊。はい、にゃんにゃんクラブ9冊。次は、おもらしいクラブ5冊。エロ系真面目に言う職業は辛いね。
あれはそれは辛いですわ。ファックス番号東京0355631960、東京0355631960、もう一つが東京0355629540、東京0355629540。ちょっと言うのが恥ずかしい言葉、あったら送ってください。待ってます。伊集院光のアップス、伊集院光のアップス、深夜のバカ力。手作りハンモックに仕掛けられた罠とは。アップスウィークリーブックメーカー。いや、1億総予想や時代とは言われてますけれども、この番組のリスナーってすごいですよ。明日何が起こるかわからないようなこの昨今ですよ、この現代においてですね、今日来週の月曜に起こることが分かってしまう、来週の月曜には再来週の月曜に起こることが予想できてしまうという、そういう強者たちがですね、予想のハガキをどんどん書いてくるというコーナーなんですけども、今週テーマにされていたのは、先週の金曜日に発売されたファイナルファンタジータクティクスのストーリーとエンディングを発売前に書いて送ってくれっていうことなんですけどもね。いや、もちろんこのコーナーの正解不正解を確かめるためにもう僕ももうすでに解きました。すごかったですよ。もうオープニングなんかあーってなってんですよ。今までのゲームとはもう全然違ってて、ダッダーダーってなってるんですよ。でも最初のところでもう驚くじゃないですか。絶対あれは驚きますよ。ですごい驚いたなと思って一息ついた瞬間ですよ。ドドドーン、うわー、お母さん髪がないよ、髪髪なね、でその後はもう、失禁乾燥、失禁乾燥ですよ。もうそういうようなゲームだったんですけどもね、どういう予想が来てたのかっていうのをまず読んでいきましょう。ウィークリーブックメーカーコーナー、6月20日発売ファイナルファンタジータクティクスエンディングの内容、ラジオネーム動かす力。エンディングはゲーム内容が盛りだくさんなのに対してごくごくシンプル。主人公たちがひたすら歯でビールの栓を抜くというもの。抜くというものなんだ。ああ、そうなんだ。まあ、マルチエンディングだからあったかもしれませんけどね。あ、もう主人公たち、キッっていうのを抜いていく。3A の移動バスの中みたいな状況ですね、多分ね、きっとね。しかも最新の CG 技術で、王冠のひしゃげ具合や歯茎の血のにじみ具合が鮮明に書かれていますな。そこまでは分かったのですがなんて終わってますけどね。なるほど。それからジョブとかも結構みんな予想してくれましたね。港区ペンネーム青みどろ、ファイナルファンタジータクティクスエンディング予想。全体は予想しづらいのでキーとなるジョブの予想をすることにしました。ジョブっていうのは、まあ、ファイナルファンタジーやってない人もいますんでね、ロールプレイングゲームですから、やるときに、こう、自分は戦士を選んでると、戦闘力はすごく強いけど、魔法は使えないとかね、それから、あと、何、まあ、黒魔法とか、黒魔導士とかを選んでると、要するに相手を攻撃するファイヤーとか、ああいう魔法はいっぱい使えるけど、もちろん戦闘力は弱いし、味方を直してあげる回復系の魔法とかが使えないとか、まあ、そういうことですからね。シーツお化け。ゲーセンのクーラー前に立つ脇が大学生。あ、戦闘力高いですね、これ。すごい。なぜお前そこにっていうね。ヒーヒーが欲しいけど匂いはねっていう時ありますね、それね。のりしろだって。クソ武将だって。そんなキャラですよ。それを選んで、まあ、いろんなね、ジョブがありますね。あと、北海道ペンネームミシンバリ。すごいですよ、これは。これはもう、ファイナルファンタジー今、タクティクスやってる人はね、聞かない方がいいかもしれない。ほとんど当たってるっていうか、もうすごい情報なんで、もう分かっちゃいますから。やっててつまんなくなっちゃいますから。北海道ペンネームミシンバリ。僕は予想というより、スクエアでプログラムをやっていたので、本当のエンディングを知っています。職業上細かいことは言えませんが、ラストのボスを倒すためのパーティーには最低でも、黒魔導士を2人と、赤魔導士を2人、紫魔導士を1人と、天然パーマを5人、小学校の時に近所をうろついていたポパイと呼ばれていた無職の人8人と、偽パールを作ってる人が3人、列号が3匹必要です。必要なんだ。っていうか、ジョブっていうのは要はその人の仕事なわけじゃないですか。それを、小学校の時近所をうろついていたポパイと呼ばれていた無職の人っていう事態がもう違ってんですよね。しかも8人です。それと紫魔導士はどういう魔法をかけるんですかね。
黒、赤もいないような気がするんですけどね、なんかね今日ねたまたまね一応ね手に入れたんですけどね、いろんなのありますよ、俺見習い戦士アイテム誌ナイト、ね、弓使いね、山城慎吾それと話術師、一つだけ今嘘を入れましたけどね、それがまあ見習い戦士なんですけどね、じゃあまあ本当のエンディングをねちゃんとね予想してくれた人がいますんで、いたんですよ。でぴったりあったのは浦和のペンネームケージボロンコさんなんですよ。これもし今ファイナルファンタジータクティクス、ファイナルファンタジータクティクスやってる人いたら聞かない方がいいかもしれない。エンディングが分かっちゃうからね、分かっちゃうから、じゃあとりあえずその模様といいますか、ファイナルファンタジーのエンディングはこうなるというのをですね、僕の親戚のたかしくんという子にやってもらったテープがありますんで、ちょっとそれ聞いてください。ついに手に入れたぜファイナルファンタジータクティクス、クラスの誰より早く解いてやる。すっげえグラフィックだよ。うわ走ってる走ってる、かっこいい。まずは名前入力だ、強そうな名前つけなきゃ。クレア、説明書によると今回は20種類以上のジョブが選べるのか、見習い戦士にアイテム誌、弓使い、ウグイス嬢、なんだろうこのゲロソムリエっていうのは、なになに、特殊能力は道端のローゲの具を見て昨日食べたメニューを当てる。やだな。他には持田真希、南海ファン、おしゃれ巡査、あこれ強そうだな、ラジオ体操の行き帰りに必ず出くわすおじさん。あ、こっちがいいよ、こっちがいい。これに決めた。スポーツ新聞のエロ欄に毎日エロ絵描く人。オッケー。戦闘開始。あー、もういきなりって言っかよ。俺は武器何持ってんだ？棒。漠然とした武器だな。まあいいや。やっちゃえ、やっちゃえ。ないとこだったな。俺のパーティーに女相撲がいなかったら全滅してたよ。あーでも今の戦いで記念直人死んじゃったの痛かったな。特殊能力のグラサン外せば普通の兄ちゃんがもう使えなくなっちゃったよ。あーそうだそうだ、早く汁出し親分に回復汁をかけてもらわなきゃ。うっそ、連続で戦闘かよ。あーしかもこいつラストボスだよ。どうしよう。うわーなんかすごい魔法かけてきたよ。おいおい何が起こるんだ、おい何が起こるんだ。ゲームがポパイの英語遊びになってるよ、しかも永久に。兄ちゃん、お母さんがお風呂入れって。兄ちゃん、恐るべき魔法ですよ、今までのゲーム史上にない魔法ですよ。もう最後にボスにあの魔法をかけられちゃったら、ペペロンチーノサンダーボンバーですけども、あれかけられちゃったら、確実に CD ロムが書き換わって、ポパイの英語遊び。しかもプレイステーション用ですから、もうグラフィックがすごい。ね、で、もう、画面に猫が出てきて、ハートのこう中からこういろんなアルファベットを拾い集めて、キャットってなると、オリーブが褒めてくれるっていうストーリーは、まあ、ファミコン版と変わってないんですけど、になっちゃうっていうのまで、あ、これはスクエアには大打撃だね。これだけ克明にストーリーを言っちゃったらね、いやいやもうすごい。念のため言っておきますけど、マルチエンディングなんで、このエンディングは出ない人もいます。出ない人も当然います。ねえ、ということで、ペンネーム、浦和のペンネーム、ボロンコ、刑事ボロンコ、ね、彼は当たりましたんで、風小僧グッズを差し上げたいと思いますけどね。あとね、来週なんですけど、再来週のテーマなんですけど、これがね、すごいことを予想してもらいますよ。まず予想は難しいね、かなり難しいね。これね、話し始めると長くなるんですけどね、昨日夕方ぐらいにね、家帰ってきましたらね、うちのかみさんがね、新藤さんっていう人から電話あったよって言うんですよ。でいて、新藤さんってあんまり覚えがないんですよ。僕のこう付き合いの中にはいないんですよ。一人は、知ってる新藤は、
あいつぐらいですね、あのベイスターズの頭にデッドボールを受けた振動ぐらいなんですけど、会ったことがないですから、いくら頭にデッドボールを受けてパニックになったとはいえ、うちには電話かけてこないと思うんですよ。でもう一人はね、振動を遡るとね、高校の3年の時に1年だけ同級生になって、でもまあ俺高校の間でほとんど学校行ってませんからね、ここ辞めちゃった年ですからね、ほとんど学校行ってないで、まあその振動と、あと誰か振動いるかな、いねえなとかって思ってて、でいて、この電話番号にかけてくれって言われたからって、ね、携帯の電話番号かけたら、もしもし振動ですって出たのが、まあその高校の時のほとんど覚えてない振動、まあ、あの隠れキャラ、まあ俺の方が隠れてたんですけどね、隠れキャラみたいな振動から電話があって、7月の5日の土曜日に高校3年の時のクラス会があるらしいんですよ。切ねえよ、みんな卒業してんだもん、俺だけだもん卒業してないの、高3まで学校行ってそこにポツーンと座らせられる俺の気持ち、行くかそんなの、行くよ。2つ返事、そんだけすごい戦ったのよ。でいて、俺は高3のその一年間っていうのはもう落語家の弟子になってましたんで、落語家の方は入門してましたから、学校にフルに行ったことはもうほとんどないんですよ。で、しかも、文化祭の時の、校内横断ウルトラクイズっていうのの司会を久しぶりに学校行ったら俺になってたんですよ。ね、で、押し付けられてて、それをやって校長に単価を切りの、で、帰りに、退職願いをもらいの、で、その退職願い全部書き込んだやつを落として、親に知られて、届けられて、親に知られて、あんなかんだって3年の3学期ぐらいに辞めてて、ほとんどこの中のクラスでは僕は喋ってた人とかもいないんですよ。ね、そのクラス会ですよ、言われて、こう言われて、どう、4月5日なんだけどさ、なんて言われて、すごいもう、なぜ俺を誘うっていう感じじゃないですか、ね。俺はもうあの学校にいなかったことにしてくれぐらいの気持ちじゃないですか、ね。それをね、電話かかってきました。頭の中でね、絶対行かないって言おうと思ったんだけど、待てよ、と。ね、待てよ。これ、本名、篠岡県、もしくは高校時代の田中健としては、まあ、行かないですわ、普通。伊集院光としてはどうかなと思って、まあ、言っとくべきなんじゃないかなと思って、行くって言って電話切ったですよ。7月5日の土曜日です。ね。あの、一番人気としては、やっぱ行かないっていうのが一番人気なんですけどね、直前になって、そんなことなんとも思ってない人ですから、僕自体は。直前になって行かないって一番人気なんですけど、ただね、野球部の一緒だった小宮っていうやつと、それと大野ってやつと厚木って、この3人が確か3年の時クラスメイトだったんですよ。それぐらいの記憶なんですけど、確か3年の時にクラスメイトだったはずなんですよ。で、この3人っていうのはちょっと会ってみたいんですよ。で、特に厚木くんなんですよ。厚木くんはね、すんごいいいやつなんですけどね、あの、緊張しちゃうんですよ。もう、ノーサインなのに、ツーアウトからスクイーズしちゃうやつなんですよ。もう、ああ、どうしよう、どうしよう、こきって、ピッチャー前にスクイーズしちゃうやつなんですよ。あの、この厚木くんね、にちょっと会いたいなっていうのと、あと、小学校の4年の時に、小松さんって女の子、僕、すごい好きだったんですよ。この女の子、ものすごい好きでね。なんかね、どういう顔かっていうとね、小学校5年でね、なんか女の子なんですけどね、ショートカットでね、世界征服を企んでるみたいな顔してるんですよ、この人。なんか。なんか考えてる顔なんですよ。何、この人が呼んでる時には、もう必ずブービートラップには気をつけた方がいいっていう顔なんですよ。消しゴム拾ってって言ったら拾ったら何か爆発するんじゃないかなっていうぐらい、きつい目をした女の子だったんですけど、これマジで好きだったんです。すごいね。マジでだって、うわ、ナビ俺。マジで好きだったんですよ。でその子が高3の時にまた同じクラスだったんです。小学校中学校一緒で高3でまた同じクラスだったんですよ。でその高3で同じクラスだった小松さんが来るということと、俺に会いたいって言ってるらしいんですよ。でしかも小松さんは独身らしいんですよ。これはね、服ね、熱い風が荒川沿岸に熱い風が吹くね。この辺がキーポイントですね。西淵先生っていう先生がいたんですけどね、この人はね、僕が彼のこと大嫌いだったんですけどね、彼は僕のこと好いてたらしいっていう、それがちょっと弱った先生でね、変な先生なんですよ。ブラスバンドの英語の先生なんですけど、ブラスバンド部の部長っていうか、まず顧問の先生でね、野球部の応援にブラスバンド部出るじゃないですか。その時にこうブラスバンドの指揮をやってるんですけどね、野球部の応援なんですよ。そうするとかっ飛ばせとか言うじゃないですか。うるさいって言うんですよ。もう自分のその素敵なメロディーのコンバットマーチに嫌なボーカルが乗るのは嫌なんですよ。もうなんか男臭いボーカルが乗るのが嫌で、こっち側向いてチッて、それ、満員の一塁側スタンドで言う人なんですよ。西淵先生ね。あと誰がいましたかね。七和くん。
七和くん同じクラスだった七和くんはね、もうドラえもんののび太くんみたいなね、顔はドラえもんののび太くんみたいなんですけど、いじめられっ子なんですよ。ね、だからもう完璧にのび太くんなんですけど、修学旅行に行った時にね、おちんちんがでかくてね、おい、これが、すごいんですよ。なんかね、こう、まあ、修学旅行とか行くとあんま、まあ、あの、真っ裸に入らないで、こう、腰にタオルぐらい巻いてるじゃないですか。高校生が腰にタオル巻いて、そのタオルが、なんかね、ビールを回せって感じになったんですよ。それをすごいよく覚えて、一話くんですね。あとはそうですね。今話題にできない放送コードを酔いながら行かなきゃならないような人はすごいたくさんいましたけどね。佐藤くんっていうね、佐藤って言ったかな。佐田尾くんっていうね、僕のクラスメートでね、24のやつがいたんですけどね。そいつが来るかどうかわかんないんですけどね。24ですよ。何をしてたのかわからないんですけれども、それでどこだかわからない訛りがあるんですよ。すごい。なんかね、おはようって言うんだけど、ね。でも落ち着いたやつだなと思ったら24だったんですよ。しかも俺たちのいた東京都立新年高校ではダブってないんですよ。だから一緒に入って1、2、3年になってるから、その1年に入る前に何か彼にはあったはずなんですけど、その話をするとどっかに行っちゃうっていうね、消えてしまう佐藤くんがいたんですけどね。その7月5日のに行われるクラス会で何が起こるのか俺が知りてえよそんなこと。7月5日の、クラス会で、何が起こるのかね、郵便番号 107-06 TBS ラジオ一軍光のアップス、ウィークリーブックメーカーの光までどんどん送ってください。待ってます。曲いいよ。アップス今週の歌、時間ないのに曲いくなと思ったらこれかけないとまた不良債権がまた来週に行っちゃうんだこれ。かっこいいね。 MCAT 作詞作曲ですよ。もうすごいですよ。帽子ですよ。ダ・バンプで、フィーリングッド。フィーリングッド。TBS ラディオ、一丁に光のアップス、深夜のバカ力。いやー、寂しがり屋のテリーも、おしゃまなジュリエットも、爆弾落ちたらみんな死ぬ。サウンド、ノベルスクール。さあ、久々のサウンドノベルスクールなんですけども、まあ元々あれですね、サウンドノベルスクール2っていうプレイステーションのソフトが発売するにあたって、でこのサウンドノベルの見本版みたいのをね、この番組で作ろうっていうのが始まったコーナーなんですけども、皆さんが楽しみにしていたサウンドノベルスクール2プレイステーション版のソフトなんですけども、夏休みにみっちり遊んでください。9月に延期になりました。9月に発売ですからね、楽しみに待っててほしいと思うんですけども、今やってるのは、無限増殖サウンドノベル、風が吹いたらから始まって、最終的にどうなるかっていうことだったんですけど、最終的にお部屋を設けさせてくれと言い続けて、ずいぶん長いんですけどね、ここまでのストーリー、ざっと読んでおきましょう。無限増、言えてね、無限増殖サウンドノベル、風が吹いたら、ダイジェスト。風が吹いたらタチションの水が流れ、増えるワカメちゃんが増え、負けずにカツオも増える。カツオが余って猫夢中、町中ネズミだらけに。噂の東京マガジンの山口良一が出動し、その後のやって到来のコーナーを見た主婦が機嫌を損ね、日本中の旦那が町へ追い出される。行き着く先はサウナ。サウナでは水を浴びる。水浴び用の桶が大量に売れ、桶屋が儲かると思われたが、ここで儲けされた時はこのコーナー終わったじゃねえかよ。大量生産により欠陥品が市場に。桶屋の信頼ガタ落ち、一点とした赤字になると。これ2週間ぐらい休んじゃいましたからね。もうこれハガキも2週間ぐらい前に来たハガキなんですけどね。ペンネーム陣六さんの宴。桶屋大赤字、大赤字。桶屋が経営規模を小さくせざるを得なくなる。経営規模を小さくすると桶の原料の木の需要が減る。木の需要が減るので杉林が助かる。翌年花粉が大発生、花粉症がひどくなる。だからなんだって言われば、だからなんだなんですけど、お願いがあるんだ。再来週この花粉症がひどくなるから、もう無理やりにでも桶を儲け出してくんないかな。一区切りつけたくなってきたから、じゃあもう一枚候補読んどこうか。静岡県ペンネームミラクルビワコタワー。
桶屋一転して大赤字。赤字になると桶屋が絶滅の危機を迎える。桶屋を助けるために桶屋の損失を補填する法律ができる。その煽りを食らって税金が上がる。消費税が 6% になる。スーパーでおばちゃんが1000円の買い物をしようとするが、財布の中には1050円しかなく、10円足らずにレジで大困り。レジで困り果てるとレジが混雑。レジが混雑するとみんなのストレスが溜まる。ストレスが溜まるとマッサージ屋さんが儲かる。マッサージ屋さんが儲かると。儲かると。ねえ、マッサージ屋さんが儲かると、マッサージ屋さんを兼務していたお客さんが儲かっちゃダメ。儲ける。それちょっと強引すぎ。今なぜか厚生の渡辺君が罰が出てしまって。いや、無理からに今終わらせようとしたことが今バレバレだったみたいなんで。じゃあ、どうしましょうか。花粉症が流行るまで行きましょう。花粉症が流行って、頼むから、再来週。これを、おケアを儲け出してください。おケアを儲け出してくれればもう僕も本望で。死んだおばあちゃんも浮かばれると思いますので、どんどんお願いしたいということで、郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、風が吹いたらの係までどんどん送ってくださいね。まあ、なんか今日は疲れましたね、すごい勢いでね。でもこれから疲れればたくさんあるんですよ。明日仕事して、明後日から私はニューヨーク行きますね。ニューヨークね、来週の火曜ぐらい帰ってきて、ああそうか、ちょっと月曜まで結構時間があるんですよね。また次のまでにね。俺、アップスやってるの忘れちゃうんじゃねえのかな。たまにね、忘れちゃうんだよね、俺。なんかね、月曜なんかあったかな、あったあったなんてありますからね。あと、その、どっち行くか、すごいニューヨークが楽しくてテンション高くアップスに来るのか、クラス会が楽しくなくてテンション低く来るのかが問題なんですけどね。覚えてねえっつうの、そんな高校3年の時のことなんて。これどっちかと小学校の時のクラス会とは行きたい。だって、高校って割と、まして都立の普通科でしょ、都立の普通科の学校なんか行っちゃうと、学校にいるやつは大体普通のやつなんですよ。で、小学校ぐらいっていうのはランダムでチョイスしてるじゃないですか。だから、こういいやついんのよ。すんごい頭いいやつも、すっごい西条くんもいるわけですよ。だから小学校の時のに会ってね、あ、どうなっちゃってるのかなっていうような、なんつうか、万馬券のやついるんですよ、結構ね。会ってみたいですよね。そうだよな、小学校。初恋の女の子とかどうしてんですかね、今ね。あんたらいいっすよ、今聞いてるあんたらは、今例えばその小学校の時好きな女の子に会ったとしたって高校生とか大学生でしょ、まあそこそこ綺麗ですわね。それはそこそこいい感じで伸びてるわね。30ですよ、おばはんですよ、会ったら。まあ俺もおっさんなんですけどもね、その時のショックとかでかいだろうね。ガキとかついてきたりするんだろうね。うわ、野郎賛同通しやがった、このでかいもんつう感じの行きたくねえよじゃあ行くなよ俺。